リルプリはセガと小学館が共同開発したトレーディングカードゲーム方式の女子向けアーケードゲームリルプリ指プル姫チェン。およびそれに関連した日本の漫画テレビアニメ作品姫チェン。おとぎチックアイドルウリルプリ。当該作品に登場するアイドルユニットリトルプリンセスの通称並びに愛称でもある。キャラクターデザインは漫画家の人名前。 セガの女子向けキッズカードゲーム第4弾。2008年9月に稼働終了したオシャレ魔女ラブベリーの後継企画として登場した。2009年12月10日から正式稼働開始となった。ゲームの稼働に先行して、小学館の雑誌プッチ組では2009年2月号から2012年2月号まで、小学1年生では同年4月号から連載を開始している。 また、小学2年生、3年生、幼稚園でも連載をしている。ただし、1年生と2年生は、2010年4月号から漫画を手掛ける作者が人名前から、立花まみへ変更された。その他は引き続き人名が手掛けている。プッチ組4月号から、プリリ、リルプリと解題した。同時に、ページも増えた。ゲームの内容は、ラブベリーと、 同じく 3D ポリゴンで描かれた少女がダンスをするもの。絵柄は少女漫画風になり、さらに画面もブラウン管一画面から液晶ディスプレイ上下に画面に変更され、操作はすべてタッチパネルで行う。使用基板は同写真開発の Windows XP5 換のリンワイド基板で従来の基板より低コストで製造でき、またスペックも大幅に上がっている。 2010年4月から2011年3月までテレビアニメ姫チェン音ギチックアイドルリルプリが放送された。2011年4月6日からノリノリのリスタにて放送開始。それに伴い先のご子と同じ小学館から刊行されている雑誌チャオ2010年5月号から2011年3月号にかけてキャラクターデザインの人名舞が手掛ける漫画が連載された。 なお、各ストーリーの内容は、おとぎの国を救う以外それぞれ異なる。さらに、アニメ化と同時に、各種グッズが販売された。2010年8月19日には、Nintendo DS 用ソフト、ディルプリ、DS 姫チェン、アップルピンクが発売された。アーケードゲーム版は2011年11月で、稼働終了したが、アニメ第2期の放送は継続し、2012年3月の、 アニメ第2期放送終了をもって、本作の作品展開は終了した。作品内では、寝出鬼没の謎のアイドルユニット、リトルプリンセス、通称、ディルプリとして登場する。キャラクターの説明は、基本的にアニメ版のものである。声の表記は、テレビアニメ、ゲームの順。また、単体での表示はアニメでの声優。リトルプリンセスウィッシュ花坂小学校の教師。 生徒主要人物の家族構成その他の登場人物国内に女王様の城を中心に森、雲工場、町、お菓子の農場などが存在する。おとぎの国の住人はおとぎチックルと呼ばれている。筐体のロムバージョンは画面右上のロゴから確認ができる。2009年4月4日から12日までの期間限定で東京都江戸川区の瀬川ワールド火災で ロケーションテストが行われた。シンプルなデザインの白い試作筐体が2台設置され、初日には、旧、おしゃれ魔女チームリーダーの上村博史をはじめ、開発者、関係者からが多数視察に訪れていた。ロケテスト時の使用は、難易度が2段階、ダンスステージが4ステージ、カードの種類は、ファッションカード36種、スペシャルカード4種、 おとぎカード3種類の合計43種類。2010年4月4日から2011年3月27日までテレビ東京系にて、姫チェン。おとぎチックアイドルリルプリのタイトルで放送された。キャッチコピーは、おとぎの魔法で姫チェン。管理用、全51話。なお、ゲーム版とは衣装が異なる。 2011年4月6日から2012年3月28日までノリノリノリスタ内で第2期が放送された。全51話。アニメ第1期では変身後のライブステージのみ、3D 映像によるグラフィックがなされ少女が歌いながらダンスをし、ライブステージ以外は通常のアニメ映像であるが、ノリスタ版では全編 3D となる。 おとぎの国でハピネストーンが次々と消え、森の小屋や館、林の中の屋敷、姫の城などが次々と荒れ果て、一部の場所では気温が上昇し、おとぎの国の国力は衰えて消滅の危機に陥っていた。女王様は姫たちやおとぎの国を消滅から救うのに必要なハピネストーンを増やすため、三匹のマペットに三人のプリンセス少女を探し出すことを命じ。 人間界へと差し向ける。その頃人間界では、おとぎの国に関する絵本が消えてなくなるといった、不可思議な出来事が起きていた。雪森リンゴは立ち寄った本屋で、偶然絵本が消えてなくなるのを目撃するが、目の錯覚と思い込む。ウィッシュのファンだったリンゴは、コンサート会場に忍び込み、高木イラと笹原名月、そして三匹のマペットとの運命的な出会いを果たす。 さらに三人の少女の前に、おとぎの国の女王様が姿を現し、彼女はおとぎの国の命運を三人の少女たちに託す。三人は魔法の力によってウィッシュのステージの場に立ち、ウィッシュのファンによる騒ぎを沈めるため、ウィッシュの前座として三人の少女たちは歌うことを余儀なくされ、謎のアイドルユニット、リトルプリンセスを結成する。 実は人を喜ばせて幸せにすることは、すなわち人から生まれ出る、ハピネストーンを見つけることそのものだった。ディルプリの続編にあたる。ディルプリの活躍によって、おとぎの国は危機から救われ、ハピネストーンは幸運の気持ちによって、人々の心とつながっていることが判明する。その後、幸せに暮らしていた雪森リンゴ、高木レイラ、笹原名月、 そして7匹のマペットたちは、より人を幸せにするために修行を重ね成長してゆく。など。オープニングテーマオープニングテーマのクレジットは当初は、リトルプリンセスと表記されていたが、変更されている。リトルプリンセスプリは、挿入歌として使用されていたこともある。エンディングテーマ挿入歌、第1期、ノリスタバンダイ1期は、小学館より、 DVD が2010年8月25日からリリースされている。全13巻。テレビ版と DVD 版とでは収録されている内容が若干異なる。2010年8月19日発売した Nintendo DS 用ゲーム。ジャンル、姫チェン。アドベンチャー。予約特典は、スペシャル秘密カード。初回特典は、スペシャルパラダイスマリン。ショップ限定特典は、 スペシャルマジカルトランプドレス。姫チェンおとぎチックアイドルリルプリンに関するカテゴリー。ありがとうございます。